2021年浴衣グッズ紹介。よし、今回グッズを紹介させてもらいます。カストです。キレキレ担当リキヤです。大勢です。モナミです。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけですね、はい、早速ですが、はい、グッズ紹介やっていきたいと思います。はい、2021年浴衣のグッズということです。おー、まあ、去年も僕らこの浴衣をね、グッズ出させていただいた。これはだいぶ大好評だったということです。おー、そうなんですね。それもあって、今年も販売することになりました。はい、はい、発売期間はですね、8月17日火曜日、はい、購入方法はですね、はい、公式ホームページにて発売中なので、皆さんぜひチェックしてみてください。お願いします。なんでまあ、じゃあ兄弟気になってるのか聞いちゃおうか。いや、やっぱりまあ夏といえばうちわ。見てくださいよこれ。ここの4人なんですけど、はい、見てくださいこれ。おしゃれ。うわー、いや、すごい花火ね。そう、後ろの背景も変わってくる。え、これ映りめっちゃ良くない？それはいいわ。めっちゃ思った。みんな良くない？しかもね。え、もうみんな行くこの。いや、それはってやめてあげて。それはってやめて。いつも悪いみたいで。え、ちなみにそれどういう意識してその表情したの？浴衣着てるし、初デートの夏祭り。後ろから声が聞こえるんだよ。横上くん。の、っていうから、もうファーストコンタクト。タイスはどういうイメージだったのかな、それは。あ、これ絶対もう、どっちが可愛いっていう。あー、どっちが可愛いっていう。え、じゃあ、どれが可愛いなみたいな。あ、これだったら問題ですけどね。で、あの、9月20日、僕たち、あの、舞浜アンシアターでライブがあるんですけど、はい。ペンライトと一緒にこうやって振っていただけたら嬉しいですよっていう。いやー、風吹かしてほしいね。そうね。あと。だってもう、ライブに見つけたら俺、この顔するもん。こうやって踊っててもこうやって実際にさ、これを本当にこうファンの子が来たりとかさ、持ってきてくれたらバンバン嬉しくない？いや、まあ嬉しいよ。これこうやってたらすっごい嬉しい。そうよ。皆さんぜひゲットしてください。お願いします。じゃあ次は、やっぱこのキーホルダーですかね。わー、よいしょ。こんな感じです。キーホルダーになってます。かわいい。実際は13センチでもうちょっと大きくなって、おー、はい、もちろんね。てかアクリルキーホルダー好きやねんな、俺。なんかいろんな遊び方できるやんか。でしかも一緒に旅行行けるしね。一緒に持ってってこうやってツーショットしてこうやってやればもう一緒に来たのも同然よ。じゃあ、でもいいっすねこれ。だからね、浴衣着てもらって2人でこうやってどうしてほしいですか。浴衣着て確かに確かに、これめっちゃいいよ。欲しいもん。かわいい。いい感じ。リキャラパワーピーよ。いい感じですね。ありがとうございます。また使い道がありますよね。キーホルダーに使えてふとした時に鏡としても使える。必要性が素晴らしい。鏡持ち運べるのがマジで。ポケットはメイク直してたのふとした時に、そう、薄いからさ、ポケット入っててもデコボらない。入ってんなみたいな。そうなんよ。しかも今思ったんだけど、確かにメイク直しして、例えばじゃあリキュアのディナーのファンの方するじゃない、メイク直すからリキヤの顔見てからメイク直す。意識するもん。リキヤ君が見てる。ああ。どうぞ。またリキヤ君褒めてくれた。もうなるもん。絶対になる。しかも、あっつって落としちゃうじゃん。これ。あっ。え？やばい。え？割れてない。リキヤ君が守ってくれたんだ。毎回なりますからねこれ。皆さんぜひゲットしてください。お願いします。ありがとうございました。ミラでした。ラスト。ラストですよ。ブロマイドです。今表面だけしか見てないんです。え、これなんと中にも3枚入ってます。はい。3枚入りですね。あー、なるほどなるほど。あ、そう来ましたか。はいはいはい。あー、そういうことです。3枚入りいきます。せーの。おーおーおー、めっちゃいい。めっちゃいい。3枚入りがいいんだね、やっぱ。おー、いい。3枚目めっちゃいい。3枚目めっちゃいい。あ、いいな、いいな。3枚目いいわ。皆さんも楽しみですね、これ。楽しみやな。しかも今回ね、このブロマイドにですね、皆さんのサインとメッセージも3枚ランダムで入ってますね。いいですか。いや、3枚目を見てほしいよね、やっぱ。そうね。スペシャルショットというかね、畳みかけてきてます。畳みかけてきてます。畳みかけてますね。じゃあ、ということでですね、2021年新作グッズ浴衣バージョンの紹介を僕ら4人でさせていただきました、はい、皆さん見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ少しでも興味を持っていただいた皆さん購入してみてください。それではまたね。バイバーイ。下から帰るよ。買ってね。
胸苦しくてだけど嬉しくてこの誕生日